ロバート・ベールズはアメリカ合衆国の軍人。最終階級は二等軍曹。アフガニスタン・イスラム共和国内で発生した中流米軍の歌手官による虐殺の実行犯として知られている。2012年3月11日、アフガニスタン南部に位置するカンダ・ハール州パンジャウィに住む16名のアフガニスタン国籍の民間人が殺害され、中流部隊の歌手官。 ロバート・ベールズに当軍曹が犯行を自供した。2012年3月23日、アメリカ合衆国政府は、ベールズ軍曹を16件の殺人罪と6件の殺人未遂の容疑で立件。現在は、カンザス州フォートレブンワースに交流されている。2017年9月、裁判でベールズ側は、マラリア予防薬メフロキンの影響を主張していたが、 当時ドキシサイクリンのボトルを所持していたことが判明しており、メフロキン使用の証拠がなく、終身刑が確定した。1973年6月30日、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティの郊外に位置するノーウッド市に生まれる。社交的な性格で、高校時代はフットボールチームのキャプテンを務めつつ、複数の部活を掛け持ちしていた。また後に、 NFL 所属のプロ選手となるマーク・エドワーズにキャプテンの地位を譲った時も敵対はせず、むしろ良き相談相手として友好関係を結んでいたという。卒業後はマウント・セント・ジョセフ大学に入校するが、途中でオハイオ州立大学に転入した。専攻分野は経済学だったが、23歳の時に途中、対抗している。私生活では、 妻キャリン・ベールズとの間に二人の子供を設けている。対抗後は、オハイオ州、コロンバスに転居して、金融関係のブローカーとして、職を得た。しかしこの企業は、評判が悪く、ペニーストック市場で、ボイラールーム、風雪のルフなどの問題ある手法を駆使して、利益を出していたとされる。しばらくして、フロリダ州、ドーラルに移り住むと、自らの会社を立ち上げて独立した。 独立前の企業と同じくグレーゾーンを利用した手法で資産運用を行い退職金管理に絡んだ不正容疑で訴訟を起こされ仲裁人から140万ドルの賠償金を請求されている。だが訴えを起こした人物のインタビューによれば彼は賠償金を1ペニーも払っていないと証言しており訴訟側の弁護士は彼が軍に志願していたとき我々は 消息不明になった彼を心理継続のために捜索していたと語っている。上記の証言が示す通り、不正疑惑と訴訟によって2001年頃に彼の事業は破綻し、夜逃げ同然に裁判から逃げ惑う日々を送っていた。そんな状況下で思わぬ天気となったのが2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件であった。2001年9月11日以降、 緊迫化した国際情勢に対して合衆国軍による武力行使に向けた兵員確保が開始された。2001年11月、28歳のベールズはテロから2ヶ月後に早くも軍に入隊希望を出し、軍は志願兵を歓迎して入隊を許可した。入営すると、軍人の身分は政府によって保障され、民事訴訟は一時凍結された。 基礎訓練を終えたベールズは、第2不評師団の第3ストライカー旅団に配属、第3不評連隊、第2大隊所属の隊員として、ホートルイスに駐留した。兵科別の訓練では、最初に不評としての教育を受け、さらに、狙撃兵としての選抜を受けている。訓練終了後、アフガニスタン戦争には参加しなかったが、続いて起きたイラク戦争で実戦を経験することになった。 まず2003年に開戦直後のイラクで参戦、2004年の帰国まで1年間の実戦参加をくぐり抜けて生還した。帰国後は2年間内地での勤務を務めたが、2006年に2度目の駐留命令を受けて再度イラクに向かい、今度は15ヶ月間を戦場で過ごした。ゲリラ戦によって戦いは開戦直後よりも熾烈さを増しており、 ナジャフの戦いに参加した際に片足を負傷している。2009年に帰国休暇を挟んで3度目の任務に、向かい、2010年に10ヶ月間の治安維持任務を終えて帰還した。3度目の駐留時には、輸送車両の横転事故に巻き込まれて、外傷性脳損傷の診断を受けているが、この診断を後の事件と結びつける意見も見られる。彼は外傷へのリハビリを乗り越えて復帰し、 軍内では彼の努力に関心する者も,も多かったという。軍人としては確実に実践経験と功績を重ねていったが、私生活では問題行為がしばしば見受けられた。2002年、タコマのカジノで警備兵と抗論を起こしたこと、軽犯罪容疑で警察の取り調べを受けたことなど、いくつかの問題行為が報告されたが、軍は警備な問題と判断してか不問とした。 2008年の帰国休暇中には明定した状態で乱闘騒ぎを起こした記録が残っている。ベールズに精神疾患の兆候や病歴はなく、2008年に狙撃兵に対して行われる特別な心理テストでも問題は見つかっていない。担当した検査官も何の問題も見られなかったと証言している。入隊から10年目に行われた調査では一般的な軍人とされ、 外傷の後遺症なども全く見られないと報告されている。私生活では妻との不仲に悩んでいたとされ、特に2010年の帰国時に表面化したという。すでに数年以上の戦闘を経験し、二等軍曹として可視官の地位にあったベールズは三度目の従軍によって一等軍曹に昇進することを期待していた。だが軍からは今回の昇格は見送られるとの報告を受け、妻も このことを自身のブログに記述している。さらに次の認知についても、ドイツやイタリアなどの米欧州軍、あるいはハワイ州、ケンタッキー州、ジョージア州など国内勤務になることを期待していたが、2011年12月に新たに命じられた任務はアフガニスタン中流であった。2012年2月1日、アフガニスタンに到着したベールズは、 カンダハール州のキャンプベラムベイに配属されたが、そのわずか6週間後に事件を起こすことになる。同地ではデルタホース、あるいはシールズによる特殊作戦が進行中であった。彼が所属する部隊は特殊作戦を行う両部隊への援護として、周辺の治安維持に当たることが求められていた。銃撃事件の3日前、故郷のベール塚では昇進の失敗などによって家計が、 苦しくなり、彼は自宅を手放す契約に同意するなど、再び経済的に破綻しつつあった。自宅は、ローン返済のために22万9000ドルで競売に、かけられた。別の報告は、銃撃の直前に届いた、結婚問題についてのメールが彼を逆上させたのでは、ないかと指摘している。2012年3月11日の夜、カンダハール州のキャンプベラムベ付近に位置する。 バランディ村とアルコーザーイ村が何者かに襲撃され、16名の住民が殺害された。遺体のいくつかは焼け焦げており、5名が負傷しつつも生き延びた。軍は間もなく実行犯としてベールズを拘束、本人も自らが襲撃した事実を認めた。軍はベールズによる単独犯であると発表、アメリカ合衆国政府による3月24日の 調査結果によれば、彼は、最初に一つ目の村を襲撃して午前1時30分に、一旦基地に戻り、午前2時30分に、再び出発して二つ目の村を襲撃、再度基地に戻ったところで拘束されたという。襲撃には、M4 カービン、M203 グレネードランチャー、ベレッタ M9 などが使用された。軍関係者は、事件前に、彼が大量のアルコールを摂取している。 可能性を指摘しているが、紛争地域での飲酒は、軍令違反となる。国防総省は後に酩定状態にあったことを、確認したと発表している。レオンパネッタ国防長官は、ロバート・ベールズに当軍曹は犯行を自覚しており、拘束されて、すぐに襲撃を自供したと声明した。だがほどなくして彼は弁護士を呼ぶことを要求して、犯行動機について口を閉ざしたという。 殺害された住民とベールズの面識は全くなかった。ニューヨークタイムスは、米政府筋の情報として、おそらくこの問題は、精神的、ストレス、アルコール問題といった複数の理由で、説明されるだろうとする発言を掲載した。ミッドウェストジョイントリージョナルカレクシオネル、ファシリティ事件後、直ちにベールズの身柄はアフガニスタンを出国して、クウェート経由でアメリカに送還された。 3月16日、ベールズはアメリカ合衆国カンザス州ミッドウェスト陸軍刑務所に収監された。軍の報道官は彼の身柄は陸軍刑務所内にある特別な住居に交流されており、周辺への外出もある程度は許可され、宗教上の希望も受け入れられているという。また軍はベールズの実名を報道するにあたって家族に被害が及ぶことを予想して家族を ホートルイス内の軍人居住区へと移動させた。3月16日時点ではまだベールズに対する正式な処分は決定されていなかった。3月23日、アメリカ合衆国政府は16件の殺人罪、6件の殺人未遂罪などの容疑でベールズを立件する方針を固めた。ベールズの弁護には、ジョン・ヘンリー・ブラウンが就任。 主に状況証拠と自白に基づいたベールズの拘束は不当であると演罪を主張した。彼はテッドバンディ事件にも関わったベテランとして知られ、軍の弁護士の補佐役として参加する。ブラウンは、ベールズ氏は温厚なごく一般的な人物と評し、大衆は彼を一人の人間として公平に裁くことを望んでいると述べた。また、ベールズが事件前日に、 イスラム過激派の仕掛けた地雷によって片足を吹き飛ばされる様子を安全で目撃したという事実を述べた上でそれでいて彼はイスラム教徒に何の敵外心も抱かなかったと弁護した。しかし米軍側はまたブラウンは彼が結婚問題などの私生活でのストレスによって追い詰められていた可能性を強く否定し軍務によるストレスを主張した。 ベールズ本人から聴取した内容として、彼がこれ以上紛争地帯で戦いたくないと考えていたことを明らかにした。そして、軍や政府は末端で戦う一人の軍人に戦争が引き起こした悲劇のすべてを押し付けようとしていると批判した。心理学者ゲイリー・ソレッスは戦争による後遺症が異常行動を導いた可能性は十分にあり得ると述べた。 一般事件に比べて異常な状況下に置かれている前線兵士の突発的な異常行動に責任能力を問うには無理があり正式な裁判になるかどうかも不透明だろうと指摘した。合衆国軍の軍法上は兵士に対する死刑が依然として存在するが、軍司令部だけでなく合衆国大統領による決裁を必要とする。現実問題として1961年以来、 軍法上の死刑が執行された例はなく、わずかに6名の軍属死刑囚も全員が無期延期を継続している。10年間の軍務において、ロバート・ベールズに当軍曹は以下の勲章を授与されている。ありがとうございます。